って知ってます？いやいや、俺に言ってよ。うまい靴知ってますか？俺に言って、まあ、お客さんになってすいません。うまい靴知ってますか？あ、うまい靴知ってますよ。はい、あのアプリで注文した料理を配達員がデリバリーしてくれるね、サービスですね。それは僕ちょっと鼻につくというかね。鼻につく、何が気になるんですよね。はいはい、なんか暇な時間を有効活用して稼いでますよ感出してません？なんか。いやもうそうですからね。だからウーバーイーツアーとしてはそれを歌って文句歌い文句にしてそのアルバイトを雇ってますから、ね、いやちょっと鼻につくんですよね、うん、でこの前ね、うん、そんなウーバーイーツの配達見たんですよ駅前で、はいはい、こうやってなんかこうやって四角いね緑のリュック大きいの背負ってるんですけど、はい、背負ってますね四角いのリュックですいやいや何が思うんですけどそれをね置いてね駅前でこうやって待ってるんですよ何か言うたらそれウーバーイーツの配達員が注文来てから配達するから、はい、注文来るの待ってるわけですよ。そうですね、うん、こうやって待ってる、うん、ひどくいや、全然暇な時間有効活用してる今俺どうしたらどうしたらこれちょっと今ほら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 もう一回もう一回早くさせてもらおうそんな大事なわけよ命のも大事な旅行機やそんな大事なわけないやろ何じゃ命より大事なわけよ交差点の横で腕交差させていや交差点と交差かけんでええねん腕だけじゃなくて足も交差してこれ持ってるぞこれ待ち方が楽なんやろもう何じゃ今やってよ全然有効活用できてんやなもう最先端の仕事してますみたいな顔しましたそうですよね最先端の自由な時に働けるの最先端じゃないいや江戸時代の飛脚と一緒ですけどねいや、100と一緒に最先端かなぁと、まあ、まあやってることは一緒かもしれんけどね緑のリュック大きいのやつ大きいのやつ緑のリュックの大きいのやついや、それお前のツボわからんけどね飛脚はこうやって棒をこうやってやってね、うん、こうやって力を分散させたけどこうやってやってそしたらウーバーイーツよりも飛脚部の方がやっぱ上からいや無理やりウーバーイーツみたいに言わないこれ重さ分散してるのこうやってで、なぜかロードバイク絶対乗ってんすよあー、これロードバイクですよねかっこいい、そう、気取っていいんすよだからいや、気取ってはないやろ気取ってこれ乗ってねやっとやからねだからママチャリの方絶対ママちゃん荷台にも置けるし前カゴにもリュック置けるしあの四角で緑のリュックもうええねんそれもう置けるんすよもうええわ置けんのにわざわざロードバイク乗って、うん、やっぱり ロードバイク乗って肩に重りをこうやってより重くしてで前かがみになるんですよロードバイクから前かがみになるんですよってこのリュックがちょっと斜めになるから、うん、中の弁当がちょっとより弁になるというデメリットが発生してるっていういやもうそれはなんかより弁にならないようにしてるやろもう汁物こぼせいや勝手に持っとけよ勝手に持っとけよもうウーバーイーツ見るとその一日いいことなさそうってやっぱ思います、ね、いや別に不吉なもんじゃないからこういうことにしませんでウーバーイーツってやっぱちょっと親指隠さないとみたいなやめろちょっとありますからねやめろちょっとないわありますかちょっともないわザ・ノースペースの番組とウーバーイーツさんからちょっとうってなるしいやちょっと四角いですけどね四角いかもうウーバーイーツのせいでウーバーワールド嫌いになったじゃんいや全くの別前からウーバー四角いんだよウーバーワールドのリュックの四角い緑のなやあれどういうこと？リュックの資格ないし、大きいからじゃああんな満員電車みたいな。電車では運べへんから大丈夫。電車では乗ってこないから大丈夫。こんなのしてちょっとお腹痛いてきたわ。あ、そうなの。ちょデリバリー頼むか。あ？出前か。いや出前かいたんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。